加賀百万石の伝統と近未来が融合するこの歴史文化都市に、金沢大学はキャンパスを構えています。旧制大志高等学校などの前身校から受け継いだ伝統は160年もの歳月を重ね、地域と世界に開かれた知の拠点として未来社会を切り開く人材を育成するとともに、最先端の研究成果を発信し続けています。広大なキャンパスでは4学域7大学院研究科にまたがり、約1万人の学生が学業、研究、そして課外活動に励み、友人、仲間とかけがえのない時間を過ごしています。キャンパスが位置する金沢の街は魅力ある伝統文化や芸術、食文化にあふれています。さらに北陸の豊かな自然の恵みの中で、たくましい人間力と創造性を身につけることができます。金沢大学から地域、そして世界へ、さあ一緒に未来を作りましょう。地域と世界に開かれた教育重視の研究大学。この大学憲章を掲げ、金沢大学は社会の中核的リーダーとなる金沢大学ブランド人材の育成を行っています。自ら学び、自ら育む環境を構築し、学生の多様な学びの場を創出します。従来の文系、理系の学術領域を超え、分離融合の知識をもとに世界を先導し、新しい社会を導く融合学域。人間、社会、文化の多様性を理解し、地域課題の解決、グローバルな共生社会の構築を目指す人間社会学域。科学的探究心と先端テクノロジーによって環境と共生し、未来社会を創造する理工学域。高度化、細分化が進む医療現場で患者本位の全人的医療の発展に貢献する医薬保健学域。これら4つの学域と7つの大学院研究科において、学士課程、大学院まで一貫した教育・学生支援を行います。また金沢大学では最先端の研究を通じて未来社会の変革を目指す研究の場を創出します。真理の探究を目指す基礎研究から応用・融合研究、そして社会への実証研究を地域・企業とも連携して推進します。さらにナノ生命科学研究所をはじめとする世界トップ水準の研究推進力を基盤に、世界に輝く研究大学として未来社会の課題探究と解決に取り組みます。金沢大学は学生、教職員が全てのステークホルダーと一体になり、オール金沢大学で未来地により社会に貢献します。世界中で長期的に苦しんでいる、まだ解決されていない病気の謎に迫り、少しでも社会に貢献できるような研究者になりたいと思います。今はまだ具体的に明確な夢はありません。だからこそ幅広い分野の学習や様々な考え方を持つ人との交流を通して自分の夢を見つけ、起業して将来グローバルに活躍していける人材になりたいと思っています。金沢大学で医師として基本的な技術から最先端の技術までしっかりと学び、医師としての土台を作って、いずれは日本で、そして世界で活躍できるように挑戦し続けたいと思います。医療現場で生じる様々な問題に対して根拠のある解決策を提案するときに、研究活動で培った論理的思考力が役に立つと思っています。
将来は日本のものづくりの分野においてリーダーシップを発揮できるような人間になりたいと思っています。これからの人々の生活が少しでも良くなるようこの金沢大学で学んだ知識を活かせればなと考えています。ある一つのテーマでもいろんなもの、いろんな角度から物事を見ていくので幅広い視野が身につきます。それを活かしながら今後自分がもっと学びたいものとかやりたいことを見つけていきたいです。この学類で学んだことを活かし地域という答えのない問いに柔軟に対応できるような人になりたいです。将来生命の謎に迫るような研究者になりたいというふうに考えています。授業や実験で身についた物事への探究心や好奇心を大事にしていきたいです。困難や課題に寄り添っていけるような教員になりたいなと今は考えています。機械の設計に携わることができるような業種に就職したいと考えています。患者さん一人一人と向き合って信頼してもらえるような医師を目指しています。子どもたち一人一人と向き合いながらあの先生でよかったと思ってもらえるような教師になりたいです。多様な知識や多角的な視点を生かしてグローバルに活躍できる人間になりたいと思っています。人や社会の役に立つ医療福祉器具の開発や発展に携わっていきたいと思っています。システム制御の知識を使ってもっと人を笑顔にしたいと思っております。学類で学んできた様々なものを組み合わせて新しいものを作っていく力を生かして社会で貢献したいと思っています。